ホタルビ1号は中国発の火星探査機。ロシアの火星探査機ホボスグルントと共に、ゼニットロケットに搭載されて、2011年11月9日に、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたが、地球衛星軌道からの離脱に失敗し、11月22日に、ロシア宇宙庁は事実上の計画失敗を発表した。ホタルビという名前はホタルを意味し、火星の古い歓名。 警告の成長違いにもなっている。長さ7 5センチメートル幅7 5センチメートル高さ6 0センチメートルで、重量は 110kg。2007年3月26日、中国国家公典局の局長村来園と、ロシア連邦宇宙局の長官、アナトーリー・ペルミノフは、中国とロシアの合同火星探査における、 中国国家公典局とロシア連邦宇宙局の協力合意に乗員した。これには2011年に予定されるホタルビ1号火星探査機の打ち上げも含まれていた。中国のホタルビ1号とロシアのホボスグルントは2009年10月6日から16日にロシアのゼニットロケットでバイコネール宇宙基地から打ち上げられる予定だった。しかしホボスグルントの組み立てと試験が遅れ。 10月の打ち上げには間に合わなくなり、2009年9月末に、ほぼすぐるんとの打ち上げ延期が決定した。中国側の準備は万全だったが、ロシア側の決定によって、ホタルビー1号の打ち上げ延期も余儀なくされ、中国国家公典局は10月27日、正式に打ち上げの延期を発表した。これにより、2011年11月9日の打ち上げとなった。 ホタルビ1号の軌道打ち上げから10ヶ月から11ヶ月半の飛行の後、ホタルビ1号はホボスグルントから分離され、軌道傾斜角5度、軌道周期3日で800から8万キロメートルの赤道軌道に投入される予定であった。探査機は1年間火星軌道に止まることになっていた。ホボスグルントとホタルビ1号は電離層の遠平の実験を行う予定であった。 上海衛星工学研究所の陳マサーによると、ミッションの期間は2年間の予定だった。主な科学上の目的は次のようなものである。プラズマ環境と磁場の詳細な観測音、放出プロセスと気候の研究ホタルビ1号と、ほぼすぐるんとの間の電離層の沿平の、測定砂の嵐の観測ペイロードは、プラズマパッケージ、フラックスゲート磁力計、電波沿平音狂気、 解像度200メートルの光学式カメラ等5つの機器から構成される。なお、ホボスグルントは火星軌道に到達した後に数ヶ月をかけて火星の衛星のホボスへの着陸地点を探し、ホボスへの着陸を試み、着陸が成功すれば土壌の地球へのサンプルリターンを試みることになっていた。ありがとうございます。